回ぐらい揺れてる絵はあれやで。対向車来たら通る方、50m に1か所ぐらいスペースがあんのよ、こういう道は。あ、なんかさっきみたいな。そう、それに今昼間でライトつけてるから、うん、なるべく向こうに確認してもらえるようにしてる。なるほど。クラクション鳴らす手もあるけど、うん、思わぬ撮影コースに出会えましたね。あんま嬉しくないけど、普通ならまめくはずや。帰りは国道やん、口が違うけどね。何もやモテるやかな。ただなアホや。そういうアホは多いよ。字が違う国道の大好きな人はたくさんいるしね。え、アップロードしますよ、帰ったら。
乗り枠が崩れとんやこれ。ん？乗り枠が崩れとんや。対向車もいないですね。いるわけない。そういうことか。フェードもペーパーも起こらんことを望みたい。おっと対向車来た。工事関係かな。険しい道ね。心配せんでももっとすごい国道帰りに通ることになると思う。そうなんすか。日本三大国、関西三大国道よりはマシやね。そうなんすか。それは楽しみです。あ、けど改良工事してる、もう かなり進んでるから、うん、そういうところはもうないかもな。もうすぐか。もうちょっと。ちょっと準備より先に俺先に大会ヘッドコーターに行かなか。大会本部に。
会のメインで仕切ってる人間にはだいぶ大もっといたから、うん、ごめん。知ってる。よし、そうそう、終了しよう。このカーの向こうや。すごいっすね。左見えて見てないと思いますけど。なぎ倒されてますよ、なんか左に。あ、なるほど、それでか。すごいな、これぐっちゃぐちゃだ。あれ、ちょっと取らなかった。あれ、何時頃？日によっては取れないですね、暗くて。あ、流木ね。また国道、県道かな。県道パート3ぐらいですかね。いかんわよ。剣道パート3。選んじゃった、お前も。いただきます。はい。わきた危ないぞ。見えました。え、見えたって。わきたって名前 見えたんですか。見なくてもわかんないよ、俺は。あ、もうすでに長いこと取材してるから。何年生。そこまでは知らん。そうか、有名選手なんですか。有名かどうかは知らんけど。あ、わかります。
あ、ん、しくった対岸逆やった。対岸ですか。対岸やった。バカだななんか、ウォームアップこれ。そうよ、予想通りやった。いや、何時から始まるってあらかじめちょっとファックスで。してますよ、カメラ。マイクロできたのかな。しまった、俺としたことが。俺やからです。もうちょっとさっきの知ってる人いました。何？さっきの知ってる人いました。いないけど、パジェミニが、はい、マジ。まだブリーフィング中か。打ち合わせ中か。あ、ちょっとやばい、駐車場がもうないかも。奥に行ったら美味しいパン屋さんがあるわ、うん、ただし高いよ。高い、1個200円ぐらいした。高いな、それは。あ、嘘止めるところが寝るところがないよ。二十承知やもん。